道チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。朝倉冬乃です。私は今ちょっと公園を散歩してて、ドッグランもちょっと見てきたんですけど、やっぱり犬は可愛くて本当に癒されて、めぐみちゃんと二人でもキャーキャー言ってました。でですね、今月の10月17日に、都内で私が出演する映画眠り姫の制作発表に行ってきたんですけど、同じ事務所のリエニャンさんと、出演させていただいていて、来年の春に公開です。皆さんぜひ見てください。またそこの撮影現場の様子などブログでアップしていきますので、そこもチェックぜひお願いします。私の学校ではですね、水曜日と木曜日に文化祭がありまして、劇もやって、ダンスも踊って、で文化祭実行委員なので、いろいろと今すごく忙しくて、毎日が本当に充実してます。これからもいろいろと受験もありますが、楽しんで、全部楽しんで頑張っていきます。よろしくお願いします。ではバイバーイ。